はい、皆さんどうも、ミスタローです。今回からというか、今回はなんかふとやりたくなったんで、ファブロ君ポケットをやりたいなと思ってます。1パートか2パートぐらいで やれればなと思ってます。ただ、普通にサクセスやって、別にオール A 目指そうとかじゃなくて、ただ1回普通にサクセスやろう、そんな動画になってます。続きからがあるな。始めていいかな。よし、ミス太郎でいきますね。なんか本当にふとやりたくなったんですよ。で、案の定っていうか、探したらほこりまみれな、これが出てきたんですね。で、いろいろフーフーとかやってたら、いい感じに、起動はしたんですけど、ちょっとね、どうなるか、途中でバグったりしないかがすっごい怖いんですね。たださっきデータ見たら、まだデータ残ってたんで、大丈夫だとは思うんですね。で、前回っていうか、パワープロ君ポケット5の忍者戦国編で、ショートで作ってたんで、今回適当にキャッチャーで作りたいなと思います。右投げ右打ちです。そう、この頃の1999年だったかな、なんですよね。今と全然違うんですけど。千葉出身なんで、リンズにします。極学高校ですよ。いや、懐かしい。今日からここが俺の学校か。なんだかすごく汚い高校だな。汚いっていうか、これは学校として成り立ってない。転校してきたミサロです。よろしくお願いします。これ先生すげえ怖いんだよな。じゃあミサロくん、亀田くんの隣に席に座って。亀田がなぁ、なんだろう、ああなるとは思わなかったよな。よろしく。おいらが亀田でやんす。今日が友達でやんすね。コミュ力高えな、お前。どこで趣味は何でやんす？趣味ってわけじゃないけど、これまでずっと野球ばっかりやってきたんだ。この学校でも野球部入るつもりなんだ。野球部？悪いことはないからやめてくれやんす。どうして？うちはまともな部の方が少ないでやんす。でも一番ひどいのが野球部でやんす。うわぁ、スナックって書いてあるよ。すごい。むしろどうやって持ち込んだんだろうな。何なんだこれは。これが野球部の部だって。だから別の部にするでやんす。いや、俺はこの役目に入るぞ。そしてこの部を立て直すんだ、熱血キャラ。そしていずれはプロ野球に。無理だと思うでやんす。でも転校してきても1年目かな。黎明編、高校1年。野球部を再建せよ。おい、みんな集まれ。こいつなんて名前だったかな、忘れちゃったで。新入紹介するぞ。転校してきたミス太郎です。よろしくお願いします。パチパチパチで何ができるんだ。あやこちゃんキャッチャー。バカ野郎、ゲームだよ。ゲームはいろいろできますよ。ポケモンとかマリオテニスとか。麻雀できるか。できないんですね。おめ、麻雀ってやったことないですね。やったことない。麻雀ファイトクラブを何回かゲームでやったことあるかなぐらいですね。トランプや花札もやったことない。運悪いやろだな。おい、ガイドは。へい、こいつは任した。面倒は起こさせるなよ。俺たちはこれから遊びに行ってくる。あの、練習は？アホは。先輩に余計なこと言うな。わしまで怒られるやないか。やりたいんやったら一人で練習しとけと。でもみんなで練習しないでどうやって試合に勝つんです？それにはいろいろとからくりがある。いろいろあるんですね。へえ、すまへん。お前も気の利かないやつが遊びに行くと言っただろう。おい、新入り、入部費出さんか。出さんかい。なんてところだ。で、なんか結構初期能力高かったような気がするんですけどね。ほら、すっげえ強い。ありえねえ。で、この頃って、確かパワー255で、ミートカーズ、走力、肩、守備って15までですね。肩はじめっから10しか強。で、なんか結構体の調子とかに、なかった。病気持ってない。血の気って何だったっけな。これ野球部員なのに、あの先輩がカウントされてないっていうね、2人しかいないっていうね、投手いない。はじめは、なんか多分タフは、怪我率高っ。あ、でも多分、初めの1ヶ月は、怪我しないとかだと思うんで、これ何？どっかでずっと飛ばせなかったかな。おはよう、ミサロくん。え、アスカだっけ？これ大丈夫な子だったっけな？アスカ可愛いんだけど、入院するイベントとかじゃなかったっけな。そうだよな、体弱いんだよな。心臓だもんな。ミサロくんも練習しすぎて怪我しちゃダメだ。体力ないときは休んだ方がいい。これからもよろしく。マスカ可愛いよな。パワポケって女の子可愛いですからね。血の気が上がっちゃうとなんだ練習しかできないとかだったっけな。はじめは多分タフ上げていくだけでいいと思うんで。あ、ガイルはちゃんと練習するんだね。だからマスカイか。生意気だと言って二人締められると、プロへの、これは笑えるわ、みたいな感じで言われてきました。極東アジア、平和学校って名前だったんだよな、確かね。名前忘れちゃったけど。確か平和学校っていう名前がついてるはずで、略して極悪高校。なんだ、極東アジア、なんちゃらかんちゃら平和学校みたいな、そんな感じだと思うんですね。で、ね、初めはタフ上げていけば、練習とかいいから。で、そうだよな、多分、初めの1ヶ月は、
ないはず。明日はパウル高校との試合だ。みんな分かってるな。おお、いよいよ秋季大会だ。先発メンバーじゃないけど頑張るぞ。おお、意外とうまくやるよ。分かってバンガラ。分かってバンガラってあれですよね、コナン君かなんかが平寿の真似した時のエセ関西部みたいな。試合終了15対というパワフル高校の勝ち。それでも負けるっていうね。俺が出ていればもっとマシな試合になったのに。球場のそばにゴロビルがあったなと。よし、みんなそこで反省のミーティングだ。お前がちゃんとやらないから負けたじゃないか。そんな、ちゃんと弁当に下剤をたっぷり入れておきました。まあまあ妨害工作ってやつですね。他にも相手用のピッチャーを怪我させたりとか、長く伝統的な作戦などとまともに練習もしない。そんなことしたんですか。何貴様も野球入れてやると。ついでに骨の2、3本減っちゃった。これはもうやべえな。あれですカイドウさんもな、まあ結構反抗的だったりするのかな。ピシッ、メリ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 、ビルが崩れると、どんどんビシブワーと、ガラガラガラガシッシャン。崩れるじゃなくて爆発だよね、これね。パーポーパーポー。次の日、フー先輩たちは、全員病院送り。病院送りの意味が違うよね。全治半年か。これからどうしましょう。出た教頭祭。あれ誰です？教頭先生や。知らんかったんか？廃部。廃部のさ、廃がさ、ひらがなせいでさ、廃部みたいな感じ。なんだろう。これが部活ですよ、みたいな。なんかそんな感じにされてるな。それに部員二人じゃ野球なんてできないでしょ。そんな、事故で部員が減っただけで、事故もひらがなか。野球やりたい人は多いから9人ぐらいすぐに集まりますよ。あれ言ったわね。じゃあ私は、寛大だから来年まで待ったけど、1年待ってくれるんだ。すげえな。寛大だね。ピッチャーもいなきゃダメよと。まあ、急いで潰さなくてももう潰れてるみたいなもんだし、ほう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 と。京都は、ハンドボールか。へぇ、グラウンドとか予算とか横取りするつもりなんだろう。最低野球部に入ってくる人を探そう。そして新たにまともない人を作るんです。あ、わしはパス。ここらが引き際や。野球はお前に任すわ。じゃあな、というわけでいなくなってしまったと。秋になったぞ。というわけで、カメラ君に野球部に入ってくれ。まあ話は分かったです。おいら決まるし、野球部に入ってくれ。いいでやんすよと。おにぎりをカメラが野球部に入った。あと7人。でも今から野球部に入ってくれる人なんているでやんすかね。先生もそう思うわ。あ、陽子先生。だって今は秋よ。まだどの部にも入ってない人はそんなにいない。まあ、秋、1年の秋だもんね。もうみんな大体もう部活入って、人間関係も固まり始めちゃってるぐらいの時期だから。引き抜きも難しいと。野球じゃなきゃダメなんです。そう、じゃあ頑張るしかないが。学校上もあって野球部に入ってくれそうな人を探すのよ。よし、カメラ君一緒に来てくれ。うろつきコマンド、うろつきって言っちゃった。電話コマンドで先生。先生って落とせたっけ？で、これミニゲームがすっごい好きだった。まあ、確か学校全部行けばいいから、学校行って、音楽室は最、どこいつも最初にしたかな。陸上部ってなんかあったかな。手に肉か。いや、サッカーかな。ボブサムソン。あれ誰もいないな。みんなランド練習してるやつ。すごいだ、あのキーパー。ポストギリギリのボール飛びつきやっした。アメリカから来たボブくんです。あの大きないい侍一緒になるな。ダメなやつはサッカー部が手放すなわけないでやつ。おい、ボブくん。おお、見よ、言いましたか。ボブくん早速だから野球部に入ってくる。わっと。アメリカ人の君はサッカーで野球だと思わないか。ファニーね。バッとミーが生まれたらブラジリオサッカーでした。おい、ボブどうしたな。この人がミーをベースボールに使おうとしてるんです。なに？うちのスーパールーキーを引き抜こうだと。ああと。ドカンバキボコ。みんなあれだよね。手が早い。野球部に来てくれと。ストップストップ。ユーの神風スピリッツ。なかなかグッドです。ユーがミーのゴールクリアできたら、野球部に行ってもいいです。おい、ボブ。ただし、マイチームメイトもあなたの邪魔します。ミーの勝ちなら1週間サッカー部のゴール拾いです。アンダースタン？そんなのむちゃくちゃリアンス。よし、その勝負受けたぞと。ユーはマイチームメイト歌手ゴールを目指す。チームメイトゴールだけを狙います。ゴールが見えたらシュートです。全力で止めます。ユー OK? No! いや、これもな、面白かったんだよな。これ、野球なのにサッカーのミニゲームですね。でもこれ確か、普通に、こっちに向かってくるやつとか、しかいないから、基本的に。あかんな、これな。ミニゲームの閉鎖さに定評のあるミスだろうということで、やっていきたいなと思ってます。いや、頑張るぞ。なんか動きは、みんな変わんないはずだから、そんなにね、大丈夫だと思うんだけど、まあ、いかんせん、何年ぶり ?15 年ぶりぐらい。15年、いや、違うな。もうちょっとやってる時期があるから。怖いよ。怖いよ。あ、ここで巻いてないんだ。待って、意外と難しいね、これ。これ、本当にクリアしてたの、これ。
で下行ってちゃんと誘導して、オッケーオッケー、 BGM もいいよな。これもちょっと上に誘導しので、ギリギリになったら下行って、あ、真ん中抜けるかな。よし、すっごいギリギリのところ見た、抜けた。ひぃひぃひぃ、これ11人以上いるよな。サッカー部全員参加だろこれ。うわ、前行き過ぎても、でもそろそろボブがいいから、ふっ、頑張るわい。よし、ボブサムソン、ボブサムソンボブサムソンだよな、確かそんな名前だった気がする。これもちゃんと抜けて、ほっしゃー、取ってないって、お前それ。やったー、やっと越した、やっと越した。多分ダイジェストをお見せしたと思うんですけど、あのですね、12月突入してしまったんで、また最初からやり直してますこれ。というわけでボブを仲間にできました。あのね、本当にね、シュートまでたどり着けなかった。今2回目のシュート、ようやくクリアできた。今日はね、不眠症、病気を抱えてますね、この子。というわけで能力変わってます。あれ、ミートカーソルが B になった、強くなりましたね。ただ体の調子が不眠症と花粉症、これはまずい。でもどうせ練習とかしないから、もうどんどん他のやつをやっていきましょう。じゃあ次、空手かテニスかな。空手いきましょうか。このミニゲームもね、すごい好きなんですけどね、ここはやめといた方がいいです。空手部と野球部は仲が悪かった。それに村上が何の用じゃいと、君空手部の口とかなり強そう。あっちは村上一門じゃ、自慢する気はないか。1年の中ではわしにかなうものはおらんの。野球部に来ないかい。君のパワーならホームラン間違いなしだ。ほほ、野球部はビルが崩れて全滅を聞いとったか。一人もいなくなったわけじゃないと。それで部員集めか、心のことじゃの。返事はどうなんだろうと。ふん、ちょっと痛み出せてるか。わしと喧嘩してお前が勝ったら野球部に入ってもいいぞと。でも喧嘩はちょっと、殴るのはこっちは、そっちは避けるだけというの。1分でダウンしなかったらそっちの勝ちにしてやる。あ、それなら OK。ミサル君ダメです。1分だけ余すればいいんだ。村上君忘れてコンクリートを砕けるです。これ逆だよね。反転、そうだよね、反転のキーを押す。3とかでガンダーロボットと戦うときは確か同じ方向だと思うんですけど、これ逆じゃないといけないって、結構これもボカれた気がする。よし、ちょっと注意します。よいしょ。上しかやってこないな。いいな。随分有効的。この左下のやつが HP ですね。はい、見てなかった。押してる。押してるってば。ダメだ、反応しない。
初め押したけどな。あれ？なんか見てから押したんじゃ反応が遅いな。でも初めのラッシュ、なんかラッシュになった瞬間に、なんだろ、俺の反応がもう昔と違って遅れてんのかな。まあいいや、やってみるか。もう一回ちょっとやります。よし。ですね、スティックでやったら意外と反応を聞いたのと、割ともう左右、なんだ、右左、上下、上下みたいな感じのことばっかってことをやってたら気づいたんで、どうにかな、来てしまった。大丈夫博士ですね。スポーツマンですね。ちょっとついてくるプリーズ。ああ、ついていっちゃった。なんてこった、あなたの望みを叶えてあげます。望みって新幹線ですよ、もちろん。この時の大丈夫はな、よりあれだな、うさんくせえな、75% か。そう、この時って確か、あ、違う、間違えた。だってこの頃の大丈夫って成功率高いから。あー、やってしまったよ。すいません、事故です、これは。お失敗したら反応しちゃったよ。あー、この時の大丈夫って出てきたらもう、本当に、もう、なんだろう、基本失敗しないんで、やるのが基本だったと思うんですけど、で、まあ、とりあえずあれですね、テニス部にちょっとちょっかい出したんですけど、投球が何を言ってくるんだ、全く見たかめ、なんだっけ、え、情熱の投球とかでコスト12とか13ですよね。まあ、パワースタも五角高校、なんだろう、新井さん教、あ、そう、これ覚えなきゃいけないな。すいません、もう忘れました。どっちにサイコロが入ってたか忘れました。なんか初級位置だな。左下がサイコロでいい？2番でいいよね。2か6。おし、オッケー。というわけに三鷹が入った。そう、この時の大丈夫はただのボーナスなんで、やらなきゃいけなかったんですよ。で、次は陸上部かな。多分陸上部って何もないはずなんだよね。ピューンとか、カメラ君に敵が、いや死ぬでしょう。普通死ぬぞ。顔が痩せるってこと。ちょっと気分が乗っていたので肩を使って投げてみた。オーバースルー投げるな、お前。懐かしいですね。俺昔は野球やってたっすよ。あ、そうなんだ。武田はノーマルプラスかなんか出てきたな。この学校に来たら決めたっす。砲丸投げでメダルを取るっす。武田剛は男っす。男が一度決めたことは絶対に負けないっす。絶対これ負けるんだよな。男が最後に野球で通すべきなんじゃないか。言いたいとこついてくるっすね。でも俺は自分より下の人になんちゃらかんちゃら。あれ？あったっけこいつ。目標タイプ。タイム時間内ストップウォッチを止めれば君の勝ち。3回勝負いくつ1回でも負けるわけに負け。マジか。あ、はい。あ、なるほどね。2、3、4、5、6、7、8、9。おいしょ。うわ、ギリギリ資金ですね。ちょっと黙ります。
あれ俺なんか武田ってすぐ入るイメージあったんですけどね。逃げもあったか。くそー。よしよしよし、オッケー、次行きますよ。これ難しいぞ。え、じゃどうしよう、先違うとこ行くかな。野球部に入ってくれそうな人を連れてきたりやす。え、本当に。おっす、平山。なんか髪の毛がバッツンだな。前に野球やったことあるの？まあちょっとだけ。そうか。なんだよ。カメラがどうしてもっていうか来たので、もう少し喜んでくれ。それに俺ピッチャーができるんだ。ピッチャーがいなくて野球なんてできないんじゃないか。平山くんはね、結構裏サクセスとかで常連キャラだったりしますね。ちょっとストップウォッチこすぐかわかんないんで、音楽室行って、一旦区切ります。パート1じゃ終わんなかったな。パート3くらいまで行ったかな。水原くんのやつ、毎日この時間になると音楽室でバイオリンを弾いてるやつと同じなんだ。成績はいつも学年で一番の天才でやんす。へぇ、あまり野球はできそうにな。でも毎日バイオリンを弾いてるのはきっと暇なんだろう。いや、違うと思うけどね。普通にバイオリンの練習してるんじゃないの。なんだい？突然だけ野球部に入らないか。太陽の下で一緒に甲子園を目指そう。数を揃えたりなら答えだね。聞こえてた？まったく失礼だね。それに勉強ができるか、スポーツは苦手というのも人間だ。今から証明してあげよう。ほら、投げてみなよ。じゃあ行くよ、それ。カキーン、すごいやんす。すごい、君の力をしなかったら謝る。そこで改めて頼む。ぜひとも野球に行きたい。まあ、考えないでもないけど。実力を見せてもらって決めることにするよと。俺これが一番好きだったんですね、このミニゲームが。君にも僕の特務やで実力見せてもらおう。これから僕の言うことをよく聞くなと、楽譜に合わせて音符の位置にタイミングよくキーを押して曲を演奏するんだ。リズムゲームというわけですね。給付の時は音を出したため、うまく一曲演奏できれば君の勝ちだ。さあ始めるぞと。これなんかすっごい連打しなく記憶あるんだ。しばばばって、今給付なんてダメなんですよね。これカーソル合わせていかないといけないんで。200点いけばいいんじゃないかな。何点だったか忘れちゃったけど。おしおし、オッケー。いや、難しかった。へえ、大したもんだ。うん、そうだな。暇つぶしに野球をやるのも面白いかもしれない。今から僕は野球部だ。よろしく、みたろくんと。よし、オッケー。で、あとは、武田ぐらいかな。あー、不眠症のせいでダフだかっていうのが、この時特殊能力めっちゃ少ないんだよな。これ以外の特殊能力は多分イベントじゃないと手に入らない的な感じだったと思います。では、野球部員の紹介はじゃあ次回にして、今回はこんな感じで区切らさせていただきたいなと思います。よろしければまた次回ですね、ご覧いただければ幸いです。ちなみに前回のキャラクターは初めから外野の細胞についてたみたいですね。ではまたパート2でお会いしましょう。さよなら。